インディアナポリスコルツ、インディアナポリスコルツ、略称、IND は、アメリカ合衆国インディアナ州インディアナポリスに、本拠地を置く、NFL チーム、AFC 南地区に所属している。1953年、ボルチモアコルツ、1947から50を、直接の前身として創設された。スーパーボウルには、ボルチモアコルツ時代の、第5回とインディアナポリス移転後の、 第41回と2度優勝している。NFL には、ボルチモア・コルツという名称のチームが2つ存在していた。初代コルツは、1946年のオール、アメリカフットボール・コンファレンス、ローク創設時のチームの一つで、1950年のローック合併時に NFL に加盟したが、そのシーズン後に解散している。 現在のインディアナポリス・コルツは長い旅を経て今の場所に落ち着いたと言える。NFL の公式記録としては、コルツは1953年にボルチモアで発足したことになっている。1953年、NFL はボルチモア氏に旧ダラステキサンズのフランチャイズを与えた。このフランチャイズは、コルツ発足までにボストン・ヤンクス1944から48 ニューヨークブルドッグス1949ニューヨークヤンクス1950から51ダラステキサンズ1952と移動してきたものである一方初代ボルチモアコルツは1946年にロークに創設されたマイアミシーホークスを前身とし同チームが1947年にボルチモアに移転して誕生した このコルツは1950年に NFL に加盟し、シーズンを1勝11敗で終えた。同チームは1950年のシーズン後に解散したが、ファンクラブやマーチングバンドなどの支援団体は活動を続け、チームの復活を働きかけた。詳しくは、お参照。1953年、キャロル・ローゼン・ブルームが、新生 NFL ボルチモア・コルツのヒットオーナーと、 なった。1958年、プロフットボール電動入りヘッドコーチ、ウィーブ・ユーバンクの下、同じく電動入りクォーターバックのジョニー・ユナイタス、率いるコルツは、ヤンキースタジアムでの NFL チャンピオンシップで、ニューヨークジャイアンツを23から17と下した。延長戦となったこの試合は、史上最高の試合とも称される。コルツは、 翌1959年にもジャイアンツに31から16と勝利し、NFL チャンピオンシップを獲得。1960年代前半、コルツは NFL 上位チームの地位を堅持していたが、1964年の NFL チャンピオンシップでは、クリーブランドブラウンズの前に0から27と敗れた。1967年、コルツはレギュラーシーズンの最終週を、 無敗のまま迎えたが、ロサンゼルスでのロサンゼルスラムズ戦で10から34と敗れた。コルツ、ラムズとも21勝1敗に分けであったため、この直接対決で勝利したラムズが、西カンファレンス海岸地区の1位となり、コルツは、プレーオフに進出することができなかった、両チームの同シーズン初対決は、ボルチモアのホームで24の24の引き分けに、終わっている。 1968年、シーズン成績13勝1敗のコルツは、ブラウンズとの再戦のチャンスを得、NFL チャンピオンシップゲームで34から0と、ブラウンズを下した。このレギュラーシーズンの成績とブラウンズ戦の圧勝により、コルツは、史上最も偉大なフットボールチームと、マスコミから称されることになった。ボビー・ボイド、DB、マイク・カー,ーティス、LB、ジョン・マッキー、 トムマって・マッテ、RB、フレッド・ミラー、DL、R ・モラル、QB、ウィリー・リチャードソン、WR、ボブ・ビューゲル、OL といった、プロボール出場メンバーを擁するコルツは、第3回スーパーボール、公式にスーパーボールと呼ばれることになった初の大会に、出場した。スプレッドの賭けではコルツが17点有利とされたが、この試合ではバンクルは背が待っていた。 ジョーネー・マスとマット・スネルの率いる AFL チャンピオンニューヨーク・ジェッツに7から16と、敗れた。この試合では、試合途中から怪我のため先発出場しなかったジョニー、ユナイタスも交代出場したが、逆転はならなかった。皮肉にも、この時のジェッツのヘッドコーチは、かつてコルツを2度の NFL チャンピオンに導いた、ウィーブ・ユーバンクであった。 1970年 NFL と AFL の統合された際に、クリーブランドブラウンズ、ピッツバーグスティーラーズと共に、ボルチモア・コルツは AFC に移り、オークランド・レイダーズを27から17と下して、AFC チンピオンシップを獲得した。コルツは、統合後最初のスーパーボール、第5回スーパーボールで、NFC のダラスカウボーイズと戦い、 ジム・オブライエンのフィールドゴールで16から13と勝利した。1972年7月13日、ローゼンブルームとロバート・アーセイは、コルツとロサンゼルス・ラムズの所有権を交換したが、両チームの本拠地は変わらなかった。コルツは1970年代、さらに4回のプレーオフ出場を成し遂げた。1971年は、ワイルドカードで出場。 1975年から1977年にかけて3年連続で AFC 地区優勝を果たした。この3年間、チームを引っ張ったのは NFL で最も優秀なディフェンシブライン、通称サック・パックだった。しかし、1978年以降、チームは旧シーズンに及ぶ低迷期に入る。1978年最初の2試合、コルツは無得点に終わった。 これは NFL チームとして初の記録であった。1981年のチーム最大の課題はディフェンスだった。コルツは NFL 記録となる533失点を起きし、サック数は史上最低の13、パントリターン数は近年の NFL 最低記録の12だった。翌年はオフェンスが崩壊した。1982年11月28日、 リッチスタジアムでのバッファロービルズ戦で、コルツのオフェンスチームは、1試合を通じて一度も、敵陣に攻め込むことができなかった。18年後の2000年まで、NFL で、同様の記録が作られることはなかった。1982年は、57日間に及ぶ、選手のストライキのために9試合しか行われず、コルツは0勝8敗1分けでこのシーズンを終えた。 スタジアム老朽化に伴い、チームオーナーのロバート・アーセイは、新スタジアム建設を求めたが、ボルティモア氏との交渉ははかどらず、アーセイは密かに、インディアナポリス氏への移転交渉を進めた。この移転計画を知ったメリーランド州議会は、チームの所有権を、ボルティモア氏に強制的に移転する、法案を提出した。ここに至って、アーセイは密かに移転を決意し、 1984年3月29日の夜中に大手引っ越し会社名フラワートランジットのトラック数台で秘密裏にインディアナポリスに荷物を運び出し移転を決行した。ボルティモア氏との間に訴訟が発生したが、1986年までには和解した。ストライキが再び行われた1987年にチームはロサンゼルスラムズ、 バッファロー・ビルズとの三角トレードによってエリク・ディッカーソンを獲得した。この年ディッカーソンの活躍もありチームは10年ぶりに地区優勝を果たしプレーオフに出場した。1988年デンバーブロンコスとのマンデー・ナイト・フットボールでは MNF 記録となる55得点を挙げた。それまでの記録は1982年にサンディエゴ・チャージャーズが挙げた52得点であった。 1990年には NFL ドラフト全体1位で QB ジェフ・ジョージを獲得したが、この指名権を得るためにクリス・ヒントンとアンドレ・ライズンをアトランタ・ファルコンズに放出した。1991年、チームは1勝15敗の NFL ワーストの成績に終わり1992年のドラフトでは全体1位、2位指名権を得てスティーブ・エントマン、 クエンティン・コリアートの指名を果たした。1994年にドラフトで獲得したマーシャル・フォークは最優秀新人選手に選ばれる活躍を見せ、翌1995年には9勝7敗の成績ながら、QB ジム・ハーボーやフォークの活躍で AFC チャンピオンシップゲームまで進出したが、ピッツバーグ・スティーラーズに16から20と敗れた。 1996年も畜産3ながらワイルドカードでプレーオフに出場したが初戦でスティーラーズに敗れた。1997年は3勝13敗の畜区再会で終えたが、1998年のドラフト全体1位でペイトンマニングを獲得した。1998年も3勝13敗の畜区再会に終わったが1999年、 チームは13勝3敗と飛躍的に成績を改善させて地区優勝を果たした。1999年以降チームは2001年を除き毎年プレイオフ出場を果たす競合を取った。2002年からはタンパベイバッカニアーズのヘッドコーチだったトニーダンジーがヘッドコーチに就任、弱点だった守備が改善されていった。二千三年には AFC 南地区のタイトルを獲得し、 プレイオフでは、デンバーブロンコスに41から10、カンザスシティチーフスに38から31と勝利、したが、AFC チャンピオンシップゲームで、ニューイングランドペートリオッツに14の24で、敗れた。この試合では、審判が機能していなかったという批判がなされた。試合全体を通じて7回しかペナルティが宣告されず、そのうちの6回はスナップ前に、コールされたものだった。 この試合で、ペイトリオッツ CB タ大老が行った接触プレーは、翌年には禁止されたイロー・ルールとも呼ばれる。2004年シーズン、開幕戦で、ペイトリオッツに敗れたが4連勝、バイウィーク後に連敗したが、シーズン終盤に8連勝を果たし、AFC 南地区のタイトルを手にした。第16週のホームでのプレーオフ出場がかかった、サンディエゴチャージャーズ戦時点で、QB のペイトンマニングは、 シーズン 48td パスというダンマリーノの記録にあと一歩と迫っていた。16から31とリードされた場面でドミニクローズが88ヤードのキックオフリターン td を上げて8点差に追い上げ、残り時間4分47秒を4ダウン4で自陣25ヤードラインからの局面でパントではなくギンブルを選択し、成功。最後は WR のブランドンストークリエのシーズン49回目の TD パスが成功し、ダンマリーノの記録を破った。2ポイントコンバージョンも成功し31から31の同点となり試合は延長にも連れ込んだ。コルツはマイク・バンダージャットの FG で34から31の勝利を収め、プレイオフ出場が決まった。ワイルドカードプレイオフではホームで49から24と勝利する。 この試合、マニングは33回中27回のパス成功で、4TD、インターセプトは1回のみ、457ヤード獲得という、驚異的な記録を残したが翌週ディビジョナルプレイオフで、ベイトリオッツの前に3から20と敗れた。レギュラーシーズンで、トップクラスの得点力を誇ったコルツオフェンスは、相手ディフェンスにことごとか阻まれてシーズンただ、タッチダウンを上げられない試合となった。 ディフェンスもペイトリオッツのボールコントロールオフェンスを止めることができず、7分を超えるドライブを3回許し、この3回で合計17点を奪われる結果に終わった。2005年シーズンでは開幕13連勝を果たしたが、第15週のサンディエゴチャージャーズ戦に敗れしかも多くの選手が怪我をしてしまった。翌週のシアトルシーホークスにも敗れた。プレーオフでは、 ピッツバーグスティーラーズと対戦したが、最後の最後まで、オフェンスラインが、スティーラーズの LB 陣のブリッツに対応しきれず、マニグが思ったようなプレーをすることができなかった。しかし後半残り1分21秒相手、RB ジェローム・ベティスがボールをファンブル、それを、コルツ CB、ニック・ハーパーがリカバーし、サイド攻撃の機会与えられた。残りわずかの時間でオフェンスは、 FG 圏内までボールを進めたが、K マイク・バンダージャットが46ヤードの FG を失敗し、シーズンが終わった。2006年シーズン、2年連続の9連勝もあり、地区優勝を果たした AFC 第3シード。シーズン初めから故障者に悩まされ、特にディフェンスの先発選手4人が、シーズン序盤で、シーズン絶望になるなど、ディフェンスはガタガタになり、 第14週のジャクソンビル・ジャガーズ戦では、ランだけで375ヤードを許すという、ありさまであった。しかしポストシーズンで、FS ボブ・サンダースが戻るなど、コルツディフェンスは息を吹き返し、ワイルドカードプレイオフでは、カンザスシティ・チーフスの RB ・ラリー、ジョンソンのランを終始押さ23から8で勝利、ディビジョナルプレイオフでは、ボルチュモア・レイブンズのランなどを全般的に抑え15から、 六で勝利した。AFC チャンピオンシップでは2年連続敗れている、ペートリオッツと対戦した。試合は、前半1時3から21にまで点差を広げられた。ものの FG で3点を返し、ハーフタイムを6から21で折り返した。後半の最初のドライブで、マニングの q b スニークによる TD で締めくくると、次のペートリオッツの攻撃を3回で止めた。続くオフェンスでは、 ダンクレッコへの TD パス、2ポイントコンバージョンが、成功指導点となった。その後タッチダウンを奪われ21から28となった。第4球残り13分24秒、コルツ RB ドミニクローズが、エンドゾーン手前でファンブルしたがそれをしい、F サタデーが、リカバー、TD を上げた。オフェンスラインマンが2回、ペイトリオッツの RT ローガンマンキンズとコルツの、 c ー・ジェフサタでタッチダウンを上げる試合は、プレーオフ史上のことであった。その後、ペイトリオッツ、コルツともに FG で追加点を重ね31から34で、後半2分17秒から、コルツのオフェンスとなった。残り1分での RB、ジョセフは大の TD ランで38から34と、逆転し、最後ペイトリオッツの攻撃では、トム・ブレイディのパスを、 CB マーリン・ジャクソンがインターセプト、コルツが勝利した。最大18点差での逆転はチャンピオンシップ史上最大の逆転劇となった。第41回スーパーボールでは最初のキックオフリターンでデビン・ヘスターに TD を決められたり、アダム・ビナティエリの FG 失敗などがあったが、第49にケルビン・ヘイデンが相手 QB、レックス・グロスマンのパスをインターセプトするなど、 ベアーズに29から17で逆転勝利し、36年ぶり2回目の優勝を達成した。スーパーボール優勝後も連続してプレーオフに出場していたが2年連続プレーオフ初戦で敗れ、2008年シーズン終了と共にトニー・ダンジーヘッドコーチは辞任した。2009年、ジム・コールドウェルがヘッドコーチに就任し、 オフェンスコーディネーターも対談したため、コルズの栄光もここまでと予想したアナリストも多かったがチームは、第16週にニューヨークジェッツに敗れるまで、開幕14連勝を果たした。この試合、第3球途中からチームはマニングなどの主力選手をベンチに下げた後に、逆転負けを喫したが、ジムアセイオーナー、コールドウェルヘッドコーチは、スーパーボール制覇こそが大事であり、 シーズン16戦全勝にはこだわっていないことを改めて強調した。その後、14勝2敗で、レギュラーシーズンを終え、AFC 第1シードで、プレーオフに進出。順調に勝ち上がり AFC チャンピオンシップゲームにおいて、ニューヨークジェッツを30から17で下し第44回、スーボールへの進出を果たした。しかし、スーパーボールでは、 NFC 代表のニューオーリンズ・セインツに31から17で敗れ、3年ぶりのスーパーボール制覇はなし得なかった。2010年、最終週に地区優勝を決めて、9年連続のプレイオフ出場となり、ダラスカウボーイズが1975年から1983年に作った NFL 記録に並んだ。しかし2011年1月8日、ワイルドカードプレイオフで、 ニューヨークジェッツに敗れた。2011年シーズンは227試合に連続先発出場していたペイトン・マニングが開幕から欠場、急遽ケディ・コリンズを獲得したが、コリンズも故障しシーズン絶望となり、カーティス・ペインターが先発 QB として起用されたが、連敗を止められず、ダン・オーロフスキーが先発 QB となった。オーロフスキーが先発に昇格して3戦目で、 シーズン初勝利、翌週のヒューストンテキサンズ戦でも連勝した。2012年の NFL ドラフト全体1位、指名権が獲得できるため、シーズン終盤ファンの中には、チームの敗戦を望む声も見られた。最終戦に敗れ2勝14敗、シーズン終了後、ジム・ボリアン副社長、クリス・ポリアンジエム、ジム・コールドウェルヘッドコーチが解任され、ボルチュモア・レイブンズのディフェンスコーディネーター、 チャック・パガーノを、新ヘッドコーチとして迎えた。3月に、チームは、ベートン・マニングを解雇、その後ダラス・クラーク、ジョセフ・ワダイ、ゲイリー・プラケットらを解雇した。2012年のドラフト全体1位で、スタンフォード大学の QB ・アンドリュー・ラックを指名した。10月1日、パガーノヘッドコーチが、急性骨髄性白血病にかかっていることが明かされ、オフェンスコーディネーターのブルース・エリアンズが、 暫定ヘッドコーチに就任した。12月24日、3ヶ月ぶりに、パガーノヘッドコーチは復帰した。パガーノが、不在の間、チームは2年ぶりのプレイオフ進出を決めている。その後は2013年、2014年と連続して、地区優勝を果たしたが、2015年、2016年と連続して、プレイオフ出場を逃し、2017年1月21日には、 GM のライアン・グリグソンが解雇された。2017年もまた大きく負け越して、プレイオフを逃し、バガーノは解任された。後任には、フィラデルフィア・イーグルズの OC であった、フランク・ライクが就任した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。